こんにちは、スイッチマンです。それでは第55話の後編を始めていきます。前編がまだの方はこちらを先にご覧ください。シーマ様に拳をねじ込んだとこからでしたね。この一撃にかける、ダブルブリザード。必殺烈風聖剣抜き、スルスルに働いてきたな。よて、経験豊富な熟女は発言も過激やねー。だいぶネーム度も片付きましたね。残るは HP がギリギリのギリと、ザビーネミドレル、ジレミナないぐらいか。まずはギリから行きます。豪将軍にも見せ場を作ってやらないとですね。豪将軍の力、見せてやるぜ。さて、こいつでとどめだ。受けてみろ。あんなクズどもに。あとは、戦艦とか HP が多いのが残ってるんで、ちまちま削っていきますか。結構エネルギーもやばいので、ハマーンやシャーの時にエンプティ状態にならないようにしなくては。ジュピトリスとか無駄に HP 多いから困ります。キュベレイとサザビーが約9万ずつぐらいで、レウルーラはさらに防御しよるからなおさら立ちが悪い。他にムサカ3隻にラクレシア2機、ザムスガルにザムスギリだっけ、あとサウザンスジュピターもいるし。どう考えても多すぎでしょ。こっちは戦艦2隻だけなのに。せめてあとアルビオンとマザーヴァンガードも出させてくれー。うだうだ言ってもしょうがない。気を取り直してレズンにねじ込みます。まずは取り巻きの排除、そしてゴンズとドリルで貫きます。大工マリン、スタンバイ OK。 いいとこに、ミラクルドリルを使うぞ。了解、ミラクルドリル発射。ミラクルドリル、どうだ、ミラクルだろう。では、次はどうしようかな。ラクレシアを片付けよう。残りのラクレシアもボスに任せときます。ブライトはシャーとハマーンが現れたら仕事があるので、そっちに向かわせます。そしてこの削ったムサカにガトリングドライバります。あとは地味な削り作業なんでスキップします。ジュピトリス9の削りが終了したので大ターンで始末します。僕を甘く見るな。大ターンハンマー。
しいことがち。このジュピトリスって全長 2km ぐらいあるらしいけど、それをぶっ壊すってすごいな。あとはサダラーンです。ラリーネとドレルは次のターンですね。これ、間に合うのか心配になってきました。精神ポイントを回復するアイテムを持たせるのを忘れてしまってるのは内緒である。随所に見られる爪の甘さはご勘弁を。だって人間だもの。これでも食らえ。こうなったら一か八かだ。フランライトウェーブ発射。フランナッカはい、影の薄いドレルでした。で、このままザビーネもやっちゃいます。ねじ込みリストに入れてしまってたので、ねじ込みます。私も感情の処理ができてなかったようです。ゲスデゴミはかなりヤバいな。ザビーネはさっさと始末してしまおう。貴族主義は初めから間違っていたんだよ、サビーネ。感情を処理できん5人目。あと残りは戦艦ばっかりですね。まずはサウザンス・ジュピターから行きます。ジレは後にします。では、そろそろシャアを召喚します。サダラーンかアクシズの HP が 50% を切ると現れます。タイトルコールをシャアがしてくれましたが、ザーカイラムの核をぶち込みます。攻撃は集中しておくれ。やるな、ブライト。では、ハマーンとシャアがどんなもんか、ファイナルダイナミックスペシャルで言ってみます。ちなみに、ハマーンには3アタックを一発かましてます。
とどめだ。ファイナルダイナミックスペシャル。ここまでだ。行け、ハンネル。くっそ、直撃を受けたか。何をやってるんだよ。お前らしくねえぞ。余裕じゃん。じゃあシャアも行きます。わかりました。なんとかなりそうなので会話見ていきます。そんなプレッシャーなんてお前に私の動きは見切れまい。わかるぞ貴様は。ゼータの動きについてこられるものかよ。意外とあっさりした会話ですね。次のターンで受動でやってみます。アクシズにもダメージ入れていっときます。サダラーンも邪魔なので始末しときます。ターンでシャアとジレとナナイとアクシズをやっつけます。間に合うのか。ニーにはニーを、ランスにはランスをとかやってしまったばっかりに悔やんでもしょうがない。今度は受動でやってみます。BGM がバグってる。このキュベレーを舐めてもらっては困る。私に従え、ジュド。その程度かよ。では、あとはラフレシアとジレを始末します。豪将軍が覚醒が残ってたので彼らにお願いしよう。これで木星帝国側は片付きますね。将軍の力、見せてやるぜ。さて、
こいつでとどめだ。受けてみろ。この艦をここまで追い詰めるこやつは、我が艦は完璧である。総員攻撃に集中しろ。ねえ、後ろがガラ空きよ。前向きの人が運転してるからな。まあまあ、慌てなさんなって。どけどけ、道を開けろい。あぶすましょう。なぜだ。よし、ではボスはアクシズにダメージを与えに行きます。の方もなんとかなりそうです。ではハマーンにねじ込んでいきますか。超電磁ミラクルスピンドリル、ジャベリンを添えて。行けろよ、みんな一気に行くぜ。超電磁竜巻。ジこのパワー、行け、アンデル。アメットの投稿をぶち抜くなんてよ。よし、僕も手を貸そう。タイタンジャベリン伸びろ。この代償、高くつくぞ。攻撃準備 OK。 こちら外気部、ミラクルドリルを発射してくれ。よし、ピーター、ミラクルドリル発射だ。カシロ、あとは任せたぞ。到着完了。ミラクルドリル、なんか言えよ。冷たい男です。とりあえず先に7位から掘るので、次のターンにスキップします。ラストターンです。7位はビリビリドリルの刑に処します。こんなドラに任せとくって。こうなったらいつか罰した。申し訳ありません。
こいつしぶといな、絶倫タイプか。残るはシャアです。まずは、ヒロシにあのセリフを言ってもらいます。ちなみに5回、どうだしてやっと言ってくれました。さっさと言えっつーの。シャアーズナブル、鋼鉄ジークが相手だ。インストーム。サダビーがパワーダウンしているだと。ハンネル、オールレンジ攻撃。シャアのとどめは誰で刺そうかと悩みましたが、ちょっとでも因縁ある人がいいのでブライトにしました。ガトリングドライバー。うわ、やる甘いな。ここでアムロの会話を挟みます。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからんのだ。シャ、俺たちと一緒に戦った男がなんで地球潰しを。それぞアムロ、アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからんのだ。反応速度が上がってきて。ではとどめといきます。ブライトでシャアのとどめとか初めてです。うだだの打つだよ。やる。これで次のステージはナイチンゲールがやってきます。あとはアクシズ破壊してこのステージは終わりです。ギリギリでしたが間に合いました。なんとかネームドを全て倒しクリアすることができました。このステージが一番時間がかかりましたね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。